快速電車の名古屋行き、普通電車白尻行きが発車いたします。1番ホームから名古屋行き、2番ホームから白尻行きが発車いたします。 まもなく3番線に特急信濃25号長野行きが到着します。当駅を出ますと渚、上松、木曽福島、塩尻、松本の順に停車いたします。特急信濃号にご乗車の際には普通乗車券のほかに特急券が必要になりますのでお気をつけください。 3番線から列車が発車します。ご注意ください。2番線の列車は20時35分発快速名古屋行きです。この列車は多治見丸各駅に停車したのち大通り、春日、春日川、大通り、鶴丸、 列車は21時30分発、普通列車松本行きです。ご案内いたします。3番線から普通列車松本行きが発車いたします。3番線から普通列車松本行きが発車いたします。 まもなく2番線から普通列車名古屋行きが発車いたします。まもなく2番線から普通列車名古屋行きが発車いたします。ご利用のお客様はご乗車のままお待ちください。2番線から列車が発車します。ご注意ください。シナ26号名古屋行きが到着します。 1番線から列車が発車します。ご注意ください。線の列車は22時21分発普通列車名古屋行きです。最終電車です。ご連絡の内容にご注意ください。10時21分22時21分発の普通電車の名古屋行きです。名古屋行きの本日の最終電車です。乗り遅れのないようにご注意ください。10時21分発の名古屋行きです。 本日の名古屋行きの最終電車です。お乗り遅れのないようにご注意ください。本日も動画をご覧くださいましてありがとうございました。本日は岐阜県の JR 中津川駅の終電ウォッチをご覧いただきました。中津川駅なんですけども、岐阜県のですね東の端っこの方にあります。運転系統の境目となっておりまして、中央本線のですね名古屋方面が最大で10両、長野県側の渚松本方面がですね最大4両編成ということで、かなりですね本数も両数も違ってくる、そういった境目の駅となっております。またですね、この駅の特徴としては、岐阜県なのに JR 東日本の長野車両センターですね、211系が来るということですかね。211系なんですけども、 JR 東海も所有しておりまして、 JR 東海の湘南支部の211系と長野支部のですね東日本の211系、この2種類が来るという大変珍しい駅となっております。長野の211系なんですけども、結構運用範囲が広くて、長野からですね東京都の立川だったり飯田線の飯田まで乗り入れて、また岐阜県の中津川まで来るという、大変ですね運用範囲が広い、車両となっております。中津川駅の終電ウォッチの見どころとしましては、まず20時発の塩尻行きですかね。これ1日1本しかないんですね。塩尻はJR 東海と JR 東日本の、ちょうどですね境目の境界の駅となっておりますけども、その境界駅まで行き先がですね1日1本しかないということで、ほとんど松本行きがあるということですね。でまた最終列車なんですけども、名古屋駅の最終が22時21分で、渚駅の最終がですね、23時10分ということで、本数も両数もかなり違ってくるんですけども、そうした中で長野県方面の終電が一番遅いということにまず驚かされました。もっとですね名古屋方面の、列車遅いんかなと思ったんですけど、意外と22時台で終わってしまうということで、これはかなり意外でしたよね。本日の動画いかがでしたでしょうか。先日投稿しました松本駅と、見比べていただいて、ちょっとねいろいろ変わっている部分もあると思いますので、来週はですねJR 塩尻駅の終電ウォッチをお届けいたします。それでは本日も動画をご覧くださいましてありがとうございました。